まあ今年始めたこととして、あのショートをね今年から始めました。まあ僕的、まあそれより前にショート上げたこともあるんだけど、まあ僕的にはちょっと新しい試みというか始めたんですけど、まあちょっと、まあ新しいこと始めるときってさ、なんかちょっと違うなって思う人もいるかもしんないし、あすごい良かったって思う人もいるかもしんないし、ちょっといろいろ勇気のいることではあったんだけども、うん、でもすごい面白いって言ってくれる人も多くて、そこから知ってくれる人も多くて、すごい僕は嬉しかったです。すごいマジでさ、ショートから来ましたって人すごいいっぱいいらっしゃる、ありがとう。でね、ショートね、あのまあちょこちょこ言ってはいるんだけど、これ依頼して作ってもらってるんですね。実はというか、まあ依頼して作ってもらってます。なので編集はもう僕じゃないです。これショートは、ショートのまあどうやって作ってるのってのをまあ話す機会がなかったから、まあせっかくなら話そうかなと思ってんだけど、内容については相談してて、ちょっとどの配信のショートを作りましょうかみたいなのをちょっと相談して、でまあなんか直近5本こういう感じにしますかみたいなので、だいたい5本ぐらいまあ内容決めてってって感じかな。まあこの配信ショートにしたいですってのを話し合って、でそこから構成とかは一回その依頼してる方にお任せして、でこっちでチェックをして、あじゃあこれでいきましょうみたいな感じで進めてる感じです。でちょっとなんか見ててさ、内容が濃い薄いって感じることがあったかもしれないんだけど、まあ実はあの新規向け、新規の人に知ってもらう向けと、あの、既存の視聴者向けみたいなので、ちょっと、僕の中では分けてて、ちょっとその辺も実は意識しながらやってたりしてました。なのでね、ちょっと、あれな、この、あの、ショート、思ったよりも内容が薄く感じるな、みたいな思ったのは多分新規向け、なんだよね。なんか、より、こう、内輪乗りをなるべくなくすというかね、あの、より誰でも見ても見やすいみたいなのを意識したのだったり、あとはもう既存の視聴者の人が見ても楽しいって思えるみたいな。ちょっとそのあたり、いろいろ、いろんな人が楽しめるといいなってので、ちょっと自分なりに、あとはその依頼してる方なりにも工夫してやれたんじゃないかなと思ってます。で、まあ、本当にこれがあの、ここで大きく知ってもらえるきっかけになってよかったかなと思いますし、なんか自分もね、なんか、ショートを出しての、その、リアクションだったりとか、まあ、反応だったりとかもすごい楽しかったし、まあやってよかったな、まあその、広く知ってもらうきっかけとしてもよかったなと思うし、まあ改めてこう、ショート作ってもらって、自分で見てもちょっと楽しい気持ちになれたから、本当にやってよかったなっていう。そうだね。ちょっと最初はさ、これ2、3ヶ月ぐらいやってみようかなって思ってたんだけど、まあもう、いつの間にか定着して、僕の中では。まあなんかもう今後も続けていこうかなと思ってます。あ、ショートあんまり見てなかったけど、興味出てきたらもうぜひ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 。ぜひ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 。